3トンです。12月14日お昼前です。北の丸公園に到着しました。今から武道館前日設営の風景を見ていきたいと思います。今年は雨、去年は雨でしたが、今年は天気がいいので、先ほども修学旅行生っぽい団体がすれ違いました。お、トランポがありますね。行きましょう。ラッピングは2台、こちらは2台。アトリエ面には今日はラッピング車はないです。この裏手だと思います。天気がいいですね。設営してるんですね。お昼休みになったら近づけると思います。
ぱり武道館はバックに映えますね。めちゃめちゃかっこいいです。過ぎました。持ち出しの作業中です。熱心ですね。え、私、はい、あの今日って知らなかったんですよ。あ、そうなんですか。今日たまたま学校行事で、あ、はいはいはい、探索に来て、はい、でみんなとラックあるって言ってるから誰のだろう、矢沢のだよって言って私でもすごい好きで20年くらい来てたんですよ。あ、そうなんですか。でここファンの方ですか。行けてなくて。あ、はいはい、そうです。明日から。明日からなんだ。明日からなんですよ。あ、ファンの方じゃないんですか。ファンの方です。そうですよね。そうです。そうです。なので下見というか、はい、前日来てみました。まあ去年も来たんですけども、一応チケットも持ってるんで。いいな。なかなか今年は取れなかったですね。本当ですか。最近取れないんですか。特に今まで5日あったのか4日になってしまったのもあって、はい、てるのかな。ジャニーズみたいに2回やるわけじゃないしね。いやー、そうですね。ワンデー1日1回ですもん ね。全部全日来られるんですよね。いや、2日も。その日もすごいですね。ちょっとトラック出るとこ撮りたいんで失礼します。すいません、ごめんなさい。グッズの荷物下ろしですね。本当今日いい天気。
土曜日がなんか曇りのち雨らしいんですよね、一日ね。晴れてくれたらいいですけど。こんな経験ないんで通らせてください。めちゃめちゃかっこいいな。午後2時になりました。この設営も終わり、あとは正面看板がつくのを待つばかりなんですが、夕方らしいので僕は諦めです。正面入り口前でタオル投げします。ああ、踊ってたやつ。
まあ、それは出ていいけど。でしょうね。台を作ったりね。もう当日来るのを楽しみに、これで武道館から今日は立ち去ります。